赤黄発電所は、兵庫県赤黄市カリアーザ東沖で1062にある、関西電力の石油火力発電所。1987年9月に1号機が運転を開始、2号機までが建設された。毎年4月初旬に校内を開放して、桜祭りを開催している。石油火力発電所であるため、原油高の影響を受けやすいほか、不況による、 電力需要の伸び悩みなどにより1号機が2001年から2007年まで長期計画停止されるなど稼働率は低い。重油、原油から石炭への燃料転換工事を2015年度中に着工し2020年度の完成を目指している。しかし、計画の公表以降、節電の定着や省エネの進展などにより、 関西の電力需要が減少し、今後も大きな伸びは期待できない状況にあることや、平成27年7月に2030年のエネルギーミックスが策定され、政府の温室効果ガス削減目標が設けられるなど、CO2 排出量の削減に向けた対策の強化が求められていることなど、当社を取り巻く経営環境を勘案した結果、アコー発電所の燃料転換計画を見直し、重油、 原油を燃料とする現在の運用を継続することとした。背景には、電力自由化や電気料金値上げによる新電力移行による販売電力量の落ち込みがあり、平成29年3月期第3市販機決算によれば、販売電力量は前年比4.6%減で900億 k w ーを割り込み、このまま、 契約個数の減少が続けば近いうちに販売シェア3位の中部電力に逆転される可能性がある。ありがとうございます。